出た感じは、うん、いいね、ゴールド、うん、ね、うん、マイクゴールドって感じだね、うん、ロカビリとかね、の人がやって、そうそうそう、なんかいい感じだ ね、非常にそそる形だよ、うん、なんか、うん、こうガーとかアーとか言った時に、うん、その攻撃が歪みにくいっていう、ね、みたいな話は、うん、なんか先日見たけども、うん、じゃあ、うん、そのボーカル、うん、まあ、なんかシャウト、うん、あと控えめに、うん、立ってる時と、うんうんうん、うん、っていつも思ってるんだよね、うん、でシャウトが、いや出るなこれやってる感じ、うんうん、グラハム・ボレットかみたいな、ああグラハム・ボレットね、でもね、あのこうイコライザーってか、こう音域見るとね、オジオズボンに似てるんですよ、すごい、うん、オジオズボンね、うん、ね、そもそもほら声質がほぼこう女性っぽいんですよ、 女性ボーカルに似てるんですよ、あ、だからやっぱりさっき言った甘さが出るんだろうな、うん、うん、なんかすごい甘さ出るよ、うん、いいよ、 ありがとうございます、ありがとうございます、うん、まあ、なんか何言ったかわかんないけど、うん、甘いなっていう、だね、あのすごいいい意味で言う甘い、ケンさんさ、声変わりってした、声変わりしたよ、声変わりした、うん、してない、俺ね、声変わりってしてないんだよね、ああ、そうなんだ、うん、だからかな、うん、だやっぱほら、中学生ぐらいになるとみんな声変わりするでしょ、そうする、だから仕方なく喋るトーンを下げたのね、うん、喋る時に自分だけ、ね、そうそうそうだといけないから、あのわざわざ自分で下げたんですよ声を、うんうん、あ、親しい友達と喋ってる時は普段の声質になっちゃうのね、いや高めになっちゃう、そう高めになっちゃう、子供の時の声になっちゃうんだけど、嫌なんだ、嫌っていうかその一般社会的にね、やっぱり声のトーンってあるじゃないですか、うん、で、ケンさんね、やっぱりね、学校の先生みたいなね、口調とあと声の質なんですよ、うん、あ、そうだ、うん、まあなんかたまに、あっちゃんのシャウトっていうのも、何度か聞いたことあるんだけど、うん、まあ、出るなって感じするよね、うん、やっぱり、うん、なんかやトレーニングとかあってなんかやってる、そのいわゆるそう一般的なボイストレーニングみたいなの、あえー、いいよーとかそういうのは受けたことはないんですよ、うん、で何度か受けようと思って申し込んだんですけど、でちょっと立ってみてくださいって言われて、あえー、いいよーって言って、じゃあ半上げてって、あえー、いいよーってもっと上げて、あえー、いいよーあえいよう、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 あーって言ったら、はい、ボイストレーニング必要ないですって言われて、いやいや、必要ないですじゃなくて、お金なしで習いたいって言ってんだから、教えてくださいよって言ったら、すいませんけど、教えることがないんですって言われて、うん、で、キーどこまで出ますかって言うから、やっぱりな、そう、木どこまで出ますかっていうことは分かんないですよ、あっちゃんの声ってさ、うん、高い声、うん、もう十分持ってるし、うん、でさっき言ったように、ほら、うん、少しこう控えめるにすると、うんうん、
声に甘さが出て、いい感じの声がするんだよね。だからちゃんのボーカルっていいんじゃないっていうところ。ありがとうございます。